皆さん、今の実際内閣は安保3文書で敵基地攻撃能力を保有するなどと言って5年間で43兆円もの大軍拡に今踏み出しております。皆さんご存知でしょうか。今浜松の航空自衛隊の基地も核戦争にも持ちこたえることができるように全国300の自衛隊の基地を地下に移設を図っていこうとしております。まさしく戦争準備の政策に他なりません。政治は戦争の準備をするものではありません。戦争をいかに回避していくのか、そのためには攻められたらどうするかではなく、攻められる前に平和の外交戦略を進めていかなければなりません。今 ASEAN の国々では紛争を戦争にさせない、そのための外交交渉年間1000回も行っております。そうして地域の平和共同体を作っているわけです。これにインドが加わってさらに大きく広げていこう、こういう取り組みに対して中国政府も日本政府も賛同しているんです。せっかく皆さんこうした大きな共通の土台があるわけですから、これらを直ちに具体化を図っていく、本当に外交交渉が今求められております。それをやれば5年間で43兆円もの大軍拡をやる必要はそもそもなくなるわけです。その分私たちの暮らしや医療や社会保障のために大きな予算を作ることができるんです。皆さん、こういうことを訴えているのが日本共産党でございます。ぜひ私平賀隆重を県議会に押し上げていただいて、一番大きな争点の学校給食の無償化、県全体の学校給食の無償化をぜひ実現いたしますので、大きなご支援をよろしくお願いいたします。そして平和の願い、反戦平和のこの願いをぜひ日本共産党の平賀隆重を県議会に押し上げることによって、浜松から平和の審判を下していこうではありませんか。ぜひ皆さんの大きなご支援を重ねてお願いを申し上げまして、訴えといたします。